皆さんこんにちは。前回に続きおじさん元い村人を拠点へ連れて帰りたいところですが、試行錯誤を繰り返しようやく海に出ることができました。では今日も元気に行ってみましょう。ようやく海に出れたのはいいですけど、拠点が全然近づいてる気がしませんね。こっちのルートで近づいているといいんですが、30分近く走りましたが見てください。一つも変わりません。そして私気がつきました。船からおじさん降ろしたら勝手に上に上がってくるんじゃねこれ。おじさん歩けるからな。というわけでおじさん降りてください。近くにベッドがあったらそれと関連付けられて、そっちに歩いていくとどこかのサイトで見かけました。この辺とかでもいいんでしょうかね。キラキラしてるのが関連付けられた証拠です。これでおじさんこっちに来るんじゃないかな。完全に拒否されてますね。これはどうしたもんか。無言の睨み合い合戦です。うわー完全にこれじゃないかん。あ、しまった。早すぎましたね。言うこと聞いてくれないのでボートに乗せて確保です。ちょっとそのまま待機です。野菜かちゃんそっちはどうでしょうか。見事に同じ状況ですね。ちょっとおじさん降りてくださいよ。おお来た来た来た。よしこれで引っ張って連れて行きましょう。これを拉致誘拐以外になんと呼べばいいのか。あくまでもお迎えです。お迎え。おお、これはいい感じ。引っ張って繰り返して拠点を目指しましょう。気がいっぱいあるのは嬉しいけど、今現在の状況では邪魔以外の何物でもない。海はもうすぐそこです。頑張って。もうちょっとあともう少し。やりました。おじさん1号連れ出しました。野菜かちゃんおじさん2号もあと少し頑張って。なるほど、そうきたか。おじさんにガン見されてますね。さあでは海の続く限り行ってみましょう。ちゃんと野菜かちゃんついてこれてるようですね。この辺りは草原ばかりのようです。いつか全ての木を回収してハゲ山にしてやろうかと画策しています。エンチャントがうまくいけばそれも夢ではありません。やっと地図に乗っかるようになりました。見えますか。ようやく拠点が近くなってまいりました。これ海から回り込めるのかな。野菜かちゃんついてきてる。名前が見えました。無事のようですね。このボートに乗っている間、後ろでずーっとおじさんがはーって言っているので、遠回りしたことに呆れられている気がして、一度ぶん殴ってやろうかと思いましたがぐっと我慢しました。どうもお久しぶりの本体です。こんな感じでずっとおじさんから熱い視線を感じていました。拠点に帰るまでの我慢です。もうそろそろ何か見えてきてもおかしくない頃合いですね。
太陽も落ちてきましたが、それよりおじさんの運搬が最優先。何よりも最優先される姫のような扱いになってきました。夜になる前に拠点に間に合うか。地図上ではほんともうちょっとなのに。お豆腐ハウスは影も形も見えません。安全を考慮してとりあえずここで寝ましょうね。いやもう夜だろ、寝かせろ。おじさんキラキラしてる場合じゃないよ。ボートが沈没して土の下に埋まってるじゃない、何やってるの。ようやく夜ですか。以前は夜なんか拠点の外に出れませんでしたが、外で寝れるくらい成長しました。感慨深いですね。では拠点に向かって出発です。あとちょっとなのに見えないなぁ。もうちょっとがすごく遠い気がします。これついたと思っていましたが、どうやら回り込みすぎているようですね。あれからかなり回り込んで、ようやくお豆腐ハウスが見えてきました。ようやく落ち着くことができます。さあおじさんたちどうぞいらっしゃい。こちらが我らの拠点ですよ。全然ボート外れないな、これ。さっさと降りていただいてこちらへどうぞ。ふう、ただいま。あれおじさん来ないな、どこ行った。何やら野菜かちゃんが格闘してますね。なんとかおじさんをこっちに連れてこようとしてるのかな。それならば私もお手伝いです。ベッドがあったらいいんだろう。そうなんだろう。あ、ダメだ、これ全然気づかれてない。は、その手があったか。不安定なベッドより確実なボートでおじさん回収です。はい、じゃあハウスの方向に行きますよ。ちぎれないように速度を調節するのがなかなか難しいのです。ちぎれてめんどくさいのでボートに乗って強制移動しましょう。あー、おじさんごめんなさい、チリも積もった。不満が当たってしまいました。麦わら帽子をかぶっていたので農民に転職できたようですね。畑の横にコンポスターというものが設置してあるので、これと関連付けられて食用が変わりました。こういうやつを食用ブロックと言いますね。食用についたおじさんはこのように畑で育っている作物を収穫して畑に植えてくれる性質があります。おじさんたちもインベントリは8スタック分あるので、それが埋まるまでは収穫した作物は自分の懐に入れてしまうため注意が必要ですね。野菜かちゃんも無事連れてこれたようです。このおじさんは何でしょうね、何の食用に着いたんでしょうか。片メガネをつけているようなのでセイズカでしょうか。さっさと降りていただきましょう。おっと、これは失敬日頃の恨みが。ではおじさんたちをゾンビに殺されないように囲いを作って安全を確保していきたいと思います。では囲いの方が完成したのでおじさんを連れて行きましょうね。農民おじさんは農作物をポケットにたくさん入れた状態なので、村人を増やすためのアイテムをパンパンに持っていることになります。村人には作物を与えることで村人の子供を増やすことができます。村人増殖のためには2人は必須なので、お迎えする際は必ず2人以上連れてきましょう。
ゲートをつけたらこれ中にボート入りませんね。いつの間にか二人揃って乗ってますね。あれこれ後ろにもしや。ジュニアが登場したー。全然気がつきませんでした。いつの間に増えたんだ。村人はベッドの空きの数だけ増えていきます。なので増やしたい人数分だけベッドを用意して、安全が確保できる場所にベッドを並べたくります。この人たちの拠点としてここを安全にしていきましょう。その前になかなか動して中に入ってくれません。もうちょっと押し込めるとゲートが置けるんですが。なかなか動かないな。ああ違います、殴ってしまってすみません。どうしても殴ってしまいます。いやこの距離でも判定おじさんなの。あちょっと野菜かちゃん逆に押しちゃダメよ。あと一発か二発で村人がお亡くなりになる気がする。これはどうしたもんか。あちょっとこっち来ないでください。私が死ぬことで村人が守られたならこれは名誉の戦死。行った。後ろは水にダッシュです。そうか、起きている必要はない。我らが寝てしまえばこちらの勝ちです。あーいやこちらに来ないでください。村人は無事か。開いた。じゃあちょっとこれは大ピンチ。そこら中にモブだらけ。もうこれはダメだ。どこもかしこもクリーパーはやめて。そらまた来たぞ。野菜かちゃん逃げて。向こうもなんとかなったようです。では村人用の拠点を作っていきましょう。これはもう中に入れるのが難しいと判断したので、村人ごと囲ってしまって中に入れる作戦に変更しました。先ほど設置した柵は、柵だけだと飛び越えることはできないのですが、絨毯を柵の上に置くとなぜか乗り越えることができるようになります。なので動物や村人なんかを管理するために、柵だけで入り口を作らずに乗り越えていく方がリスクが少ないです。村人は扉を設置すると扉を開けて歩いてどっか行っちゃいますからね。集めていた土を使って、先ほどのクリーパーの爆発現場を埋めた後は、柵の周りを土で覆っていきたいと思います。さあでは周りを囲んだので、天井をガラスで覆って光を取り入れたいと思います。松明なんかも置きますが、日中は太陽の光だけでやっていけるので、少しもったいない気もしますがガラスで天井を作りました。これでもうモブが発生したりする危険な状態にはならないと思います。この辺に窓をつけておいて横から状態確認できるようにしときましょう。おじさんがチラ見してますね。羊から羊毛はしっかりもらっておきましょう。ちなみに上から見るとこんな感じですね。一家の生活が丸裸になってしまいますね。マグマもバッチリ溜まりきっていましたので、自動かまどもガンガン活用していきたいと思います。この辺りにはガラスの原料となる、砂もたくさんあるのでかまどは大活躍の予感です。さあでは今回はこの辺りで終わりにしたいと思います。今回は無事に村人の増殖が可能となりましたので、これから村人を20人まで増やして村として稼働させたいと思います。村として稼働するようになると、ってどしたん野菜かちゃん。あ、もう終わり？ちょっと待ってね、これ燃やすから。なんでしたっけ、村人20人になると。おいまたちょっと変な動きし始めたぞ。めっちゃ踊るやん。何話してたっけ。
というわけで今回はここまでです。チャンネル登録と高評価でぜひ応援よろしくお願いします。それではまた来週。